皆さんこんにちは、グラさんです。本日の動画はですね、エグゾプライマルの動画なんですが、タイトルアップデート第4弾が発表されたということで、ニュースです。タイトルアップデート第4弾、カッポンハイライトにて、紹介されてまして、その情報をね、ちょっとこちらでね、僕の方で動画にしちゃって、皆さんにまとめてお伝えできればと思います。はい。では、まずは一回、カプコン、ハイライトの中で、エグゾプライマルの内容を見ていこうと思います。一通りまずは流してみていきましょう。続いてはエグゾプライマル。エグゾスーツと恐竜が激しくぶつかり合うチーム対戦型マッシブアクション、エグゾプライマルの最新情報です。エグゾプライマルはこれまで2つのカプコンタイトルコラボを行ってきました。第1弾はストリートファイター6、第2弾はモンスターハンターシリーズ、そしてタイトルアップデート第4弾ではカプコンタイトルコラボ第3弾となるロックマンとのコラボコンテンツが登場します。エグゾスーツスキンやエモートはもちろん、あのボスキャラと戦えるコラボミッションも配信予定です。コラボミッションの詳細や配信スケジュールは今後の発表をお待ちください。タイトルアップデート第4弾でも新たなバリアントベータシリーズのエグゾスーツやリグ、モジュールが追加となります。ゼファーベータ、ブーストクロー、ビジラントベータ、ボウハンター、クリーガーベータ、ブリッツカノン、ムラサメベータ、ウィンドコーラー、ウィッチドクターベータ、プラズマショット、ニンバスベータ、ワイルドボム、そして新たなリグのモーター。これまでのものと合わせて30種類のエグゾスーツ、10種類のリグが選べるようになります。エグゾスーツやリグ、そしてモジュールを組み合わせた自分だけのカスタマイズで出撃して、より激化するウォーゲームを生き残りましょう。続いては新たに追加されるモードの紹介です。1つ目は10人のプレイヤーが集まり協力して挑むタイムループリベリオン。ストーリーの最後に登場したベヒモスとのバトルがパワーアップ。特定の条件を満たしたり繰り返し遊ぶことで、特別なスーツスキンをはじめとしたこのモードでしか得られない報酬が手に入ります。このような黄金に輝くスーツスキンとウェポンスキンも。2つ目はカスタムマッチです。こちらはプラットフォームに関係なく、パスコードを共有したプレイヤー同士が集まって遊べるモードになります。ゲームモードやミッション、フィールドなどを自由に設定して遊べて、経験値やビッグコインの入手はもちろん、ストーリーも進めることが可能です。また開催中のサベージガントレットやタイムループリベリオンにも参加できます。さらに PVP が好きな人向けのクイックブロールでは、PVP ファイナルミッションだけを遊ぶことも可能です。他にも新たな期間限定キャンペーン、サベージガントレットのボスバトルの追加など、盛りだくさんの内容となっているエグゾプライマルのタイトルアップデート第4弾は4月17日配信開始です。それではウォーゲームでお会いしましょう。レッツマッシブ。はい、というわけで、スーツの方はね、後々僕が熱くね、考察とか語るんで、スーツは後回しで、こちらのロックマンコラボとタイムループリベリオン、そしてカスタムマッチについてまず最初に語っていきます。はい。で、まずコラボ第3、カプコンタイトルコラボ第3弾で、エグゾプライバルとロックマンのコラボが始まりますと。で、ロックマン、これはなんとニンバスのスキンと、ニンバスのスキンでロックマンが使えるということですね。で、またもう一つコラボスキンとして、こちらがエアーマン、倒せないよのでおなじみのエアーマンがウィッチドクターのスキンに登場と。で、これ、このやられは多分エモートだと思うんだけど。で、まあ、そのロックマン関連のエモートもあるよと。そして、イエローデビルですね。トラウマの方も多いね、イエローデビルとの戦闘がボスバトルであるよと。
ということで超楽しみ。そして、そしてタイムループリベリオンが追加されます。ベヒモス戦の強化バージョンのベヒモスと、強化バージョンというかあれかな、戦闘のバリエーションが増えた状態のベヒモスとの戦闘を10人で行うという協力ミッションですね。完全に新別モードでサベ、あのディノサバにあのランダムで来るとかそういうのではないっぽいですね。でこのモードでしかあの手に入れられないスキンがあるということで、まあスキンのコンプリートを僕も目指していきます。はい、どういう獲得方法になるかありませんけど。そしてこのカスタムマッチの前にタイムループリベリオン、ここにありますね。カミングスーンでロックがかかっててちょっとどうなってるのか分かんないんですけども、ディノサバイバルサベージガントレットと別でタイムループリベリオン、そしてカスタムマッチが実装されてます。ちょっとねこの画面で右上のこのチケットみたいなの何ってちょっと思ってますけども、まあそこも気になってます。タイムループリベリオンってなんかチケット制なのかなとかちょっと思わなくもないです。このチケットは一体何なのか、ここも気になっているところで。そしてカスタムマッチ、待ってました、ずっと待ってた、待たせたな。そう、クロスプラットフォームでマッチが可能なカスタムマッチ、10人集まる。これ空いてるところにボットが入ってくれるんだったらまた検証とかもやりやすくなるね。すごくね楽しみにしてます。はい、でデータ記号、エナジーテイカー、ハンマーチャージ、アップリンコントロール、エスケープをクイックブロールで選択して、さらにフィールドも選択できるということで、 PVP やってる最中にねエスケープに乱入されてね、イラッてすることもなくなると。でカスタムゲームの方はPVE があるということで、クイックブロールで PVP のファイナルミッションのみをプレイする。でこれの場合はストーリーは発生しないし、進行しないし、カロワミッションは発生しないし、期間限定キャンペーンの報酬は入手できないということで、まあクイックブロールとカスタムゲームはこの手の説明になって、で多分ディノサバイバルとかディノサバイバルサベージガントレットは通常と同じようなことが10人で集まってできるっていう感じですね。でタイムループリベリオンもできて、ユニークミッションもあるってことは、多分まあダーバン戦だったりネオティラノ戦だったりネオトリケラトプスだったり、もしかしたらベヒモス戦もできるかもしれないというので結構面白いですよね。でいつでもベヒモスと戦えるというのはすごく重要なのかなと思うといった感じで、タイムループリベリオン、カスタムマッチ、そしてロックマンコラボ、このイベント3つのイベント、これかかなり楽しみなアップデートになってます。はい、そうサベージガントレットも別プラットフォームの人と組んでようやく行くことができるようになるということで、今後の、ね、タイムの開発だったりとかがねまた楽しみになってきますね。はい、サベガンね本当研究してる人たちはすごい熱心に研究してて、僕も毎度毎度新規のサベガンが来たらね動画にしてね参考になればと思って動画にしてますけども、ぜひねこの際に別プラットフォームの方のパーティーを組んでサベガンもやってみてください。さて、各種気になってたイベントは以上で、はい、バリアントベータシリーズですね、ようやく来ましたね。ちょっと半分の速度で流していきますね、結構早いん でまずここに映っているのが村雨ベータ、ウィッチドクターベータ、ビジラントベータですね。かなり西洋騎士風なのが特徴ですね、村雨ベータで、ビジラントベータクロスボウということで、ちょっとシュッと元からシュッとはしてるんですけど、なんというかあれですね、確かこっちも西洋風かな、西洋の狩人風な感じで、ウィッチドクターベータ魔法使いなのかな、ちょっと僕は最初1メガサに見えてたんですけど、魔法使いか、もしくはいや魔法使いっぽいですね、魔法使いっぽさが増したウィッチドクターベータと。そしてゼファーベータにニンバスベータ、クリーガーベータということで、ゼファーベータめっちゃかっこよくない？性能面はねまた後で喋るんですけど、めちゃめちゃかっこよくないですか、ゼファーベータ。そしてニンバスベータは結構なんだろう、若干尖り気味ではあるけど可愛さが失われてない素晴らしいデザインですね。そしてクリーガーベータも、僕は配信中というかミラー配信中にねリスナーの人にね、この顔見てヘルダイバーって言われて、あっ大爆笑しちゃったんですけども、
顔がヘルダイバーですね。ただまあ、あの格好は完全にあのクリーガーで、体格はクリーガーでね、あのヘルダイバーとしてはちょっと強すぎるんでね、まあ最強のヘルダイバーと見ていきましょうか。はい、さあゼファーベータブーストクロー、これ螺旋山っていうの、螺旋山サイコクラッシャーといろいろ言われてるんですが、これ、ね、スローだからあの通常のゼファーと似たような速度に見えるんですけど、これ 0.5 倍再生してあの通常のゼファーと同じ速度に見えてるですからね。これ通常速度に戻してちょっと見てみましょうか。ゼファーベータブーストクロー、はいや、ビジラントベータ、見ました、あの速さ、ものすごい攻撃速度だったですよね。最初あの配信で見たとき、あの配信中でだとあのリミッターオーバーで発動してるのかなと思ったんですけど、そうではないんですよね。リミッターオーバーライド発動中って体が青白く光ってるんですけど、全然青白く光ってないんですよ。しかもなんか速度バフついてるっていう、移動速度バフがついてで体青白く光ってないということで、リミッターオーバーライドを発動してないで、このバフは一体どこから来てるのかっていうのも謎なんですけども、これ多分モジュールの効果なのかな、多分、ゼファーベータの固有モジュールの効果で速度アップが乗ってるんじゃないかなと僕は睨んでるんですが、もしデフォで移動速度バフがつくんだったら、ゼファーベータかなりトリッキーというか、攻撃的かつトリッキーな、そんなテクニカルなスーツに変わるんじゃないかなと思ってます。この攻撃速度でブーストクローっていう限り、多分チャージしてこのサイコクラッシャーを貯めて撃つんじゃないかな。殴ることでチャージが溜まって、そのチャージを解放してこの突進攻撃が撃てるっていう感じだと思います。で、まあ攻撃速度とこの特殊行動を見るに、多分火力は通常のゼファーより下がってるのかなとちょっと考察してますね。はい、そして次、ビジラントベータの棒ハンター、これ多分スコープないですよね。この感じ、ちょっとエイムしてますよね。これ ADS というか、おそらくエイムの、そもそもビジラント、デフォルトもアルファもあのスコープがついてて、ね、エイムのスキルの一つとしてエイムがあったんですけど、これエイムはしてるんだけど、肩越しにちょっとね、視点が映ってるね。エイムはしてるんだけど、スコープがないって感じだと思いますね、これ。ちょっとあの UI をね、カプコンハイライツとね、動画内なんで UI が消えてるんで、実際はどうなのかわからないですけども、まあ、スコープね、このクロスボウにね、ついてるように見えないんで、多分、肩越しに見るように変わるのかなと思います。で、射撃が2種類あるっていうふうに僕は読んでるんですけど、これ、溜めて、単発のダメージと、溜めて、爆発のダメージと、2種類弾がある気がして、これもしかしたら、スカイウェーブみたいに、スカイウェーブベータみたいにリロードがなくて、でリロードキーで弾を切り替えるっていう風になってるんじゃないかと僕は読んでます。どっちもチャージしてる風ですからね。弾を切り替えながら爆発矢と貫通矢を分けて打ってるんじゃないかなと僕は読んでます。で、爆発矢の方かなり僕注目してて、これ爆風でフロストロック起爆できないと思って、だから直撃ダメージを敵に与えつつ、さらに後ろに設置しておいたフロストロックを爆風で起爆して凍結させて2射目の貫通を当てるみたいな、そんなことができるんじゃないかとちょっと僕は読んでます。で、リロードのないビジラントってもしかして最強なのではとちょっと思ってます。まあ実際はどうなのかね、わかんないですかね、僕の予想なんで。そして次にクリーガーベータブリッツカノン、これかっこよすぎん？まず通常、ノンチャで、エネルギーのグレポンとして打てて、そしてカノン砲に変わると。チャージしたらカノン砲という感じだと思います。で、ラプトルのね、倒れ方を見るにね、2発当たって死んでるみたいな感じ、2回ヒットして当たってる感じなんで、多分威力120ぐらいなんじゃないかな。こっちはわかんない。ノンチャはちょっとわかんないんですけど、ちょっと見てみましょうか。ノンチャが、一撃で倒れてるかわからない。まあ、多分、ノンチャも、ノンチャはわかんないですね。とりあえず、チャージは、こっちのカノン砲の場合は2発当たって死んでる方なんで、多分、
120ダメで吹き飛びが小型距離は吹き飛ばすよっていう感じのものになると思います。はい、まあ、DPA あの当たりが何敵スーツに対してのダメージがどれだけになるかによってはあのクリーガーベータの評価は大きく変わってくると思いますね。であとモジュールね。でエネルギー系ってまたあのオーバーヒートタイプなのかなっていうのも気になってて、そうなってくるとまたあのクリーガーはねあのシューターダッシュが、ね、ありますから、ね、シューターダッシュのねあの活用の幅がまた広がるんじゃないかなと思います。そして皆さん呼べたウィンドコーラー、これね配信中に気づいたんですけど、これ簡易ナストームドライブを打つのかなと思ってたんですけど、ちょっとここ見てください。これ隣の多分デッドアイベータなんですけど、防御バフがついてるじゃないですか。ここなんで防御バフついてんだって思ってこう巻き戻して見てたんですけど、この時点だとそうカウンター打つ前ついてないんですよ。カウンター打つ前ついてなくて、カウンター打って竜巻が入ったら防御バフがついてるということで、この竜巻味方に防御バフ巻いてるじゃんということで、そうバッファーの代わりもバッファーの役もできちゃう村雨ベータ、それかなり防御バフってあの大体が 50% の火ダメカットなんですよ。一部のねあのオーバードライブ中のロードブロックとかだと 80% カットしてたりするんですけど、まあ 50% カットなんですよ基本的には。なので前線で戦ってる味方に裏で恐竜のタゲを引いて、でそこでカウンターを決めて竜巻を前線で戦ってる味方の方に投げることで敵を妨害しつつも味方をに防御バフを与えるっていうなかなかな戦い方ができるわけですよ。すごいこう夢が広がりませんか。 PVP での夢が広がる。しかもこの竜巻なんで多分敵スーツも巻き上げて吹き飛ばしてくれるということは、つまり相撲がかかるということですね。そしてウィッチドクターベータプラズマショット、ノンチャとフルチャがある感じですね。ノンチャで1発か2発でラプトルが死んでる、あプテラノドンが死んでるんで、多分結構火力は高めなんじゃないかなと思います。100何歩とか、対恐竜ですけどね、対恐竜120とか、それくらいはあるんじゃないでしょうか、プラズマショットのノンチャ打ち。そしてフルチャージでラプトルが倒れないってことは、ダメージは下がるけど、範囲で遅めの弾丸を打って、麻痺を撒くよという感じですね。これ、戦い方かなり変わってくる。結構攻撃的になったウィッチドクターですね。スカイウェブアルファってほぼ攻撃的になったんですけど、スキルがね、あのジャマーでの回復しかなくて、回復能力がなくなって、ほぼアサルトみたいな立ち位置になったんですけど、ウィッチドクターの場合って、リペアゾーンがあるじゃないですか。スキルで回復なんで、攻撃になることで、だいぶ戦い方変わってくると思うんですよ。で、かつこのチャージ弾が敵スーツを麻痺させるかどうかによって、全然評価が変わってくる。そう、ダメージと、よだめと、麻痺の範囲によってはウィッチドクターベータはもしかしたらあのウィッチドクター界の覇権を握るかもしれないですね。そしてニンバスベータワイルドボム、これ5発地雷を設置して、でトリケラトプスは触れたら爆発してると。これねニンバスって攻撃モードと回復モードがあるスーツなんで、攻撃モードの場合はこれなんだなと、この設置した際のこの半球の中に入ったら起爆するって感じなんでしょうけど、これ回復は何設置になるのというふうにちょっと未知数な、一番未知数なスーツですね、ニーバスベータ。能力の全容がわからない。設置回復だと味方の回復すごく難しいんですよね。リグのエイド使ったことある人ならわかると思うんですけど、あれ味方に当てるの結構大変じゃないですか。ニンバス射程も全然、ニンバスベータに関しては射程も全然わかんないんで、使い勝手ももしかしたら悪いかもしれないし、全然いいのかもしれないっていうね、難しさがあります。そしてこれ自衛できるのかなと。ニンバスアルファってショットガンによる超火力で自衛ができるわけじゃないですか。デフォのニンバスに関しては射程がある分自衛をあんまり考えなくていい、長射程で回復を通せるんで、遠くで回復すればいいっていうのもあるんですけど、回復も火力も遠くから出せる。ただワイルドボム、ニンバスベータのワイルドボム、これを見る限り即攻撃できないし、
射程は長いのか短いのかわからないしというのもあって本当に未知数ですね。ただただ現状のこの画面を見るだけだと評価は低めにならざるを得ないという感じです。まあ、ただ実装されたらねもう180度評価が変わってる可能性あるんで、ぜひ実装を待ちましょう。そして新リグのモーター、炎上のリグ来ましたね。これアンキロが一発で燃えてるけど、さすがにこれあれだよね、さすがにリグ一発で燃えるんだったらバラージの存在意義がだいぶ薄れちゃうんで、多分これ炎上をここまで炎上値ギリギリまで用意しておいたアンキロがこちらになりますという状態だと思うんですけど、さすがにこれ一発で炎上するんだったら、多分特にバラージュベータがそもそもVP でちょこちょこ僕バラージュベータ出してますけど、 VE においてバラージュベータって火炎放射器のメインがねあんまりアンキロに炎上の蓄積入らないんですよ。まあフレームどっちとか合わせてモジュールでなんとかごまかしてやってますけど、基本的にやっぱブッシュスレッドとバラージュのトリプルスレッドがね一番炎上の蓄積が多いんですが、トリプルスレッドのモジュールのブッシュスレッドを3発全部、そしてかつ炎上時間全部このアンキロに当てることにはようやく燃えるんですよね。アンキロってようやく炎上して点灯するんです。その分の炎上値をさすがにこのモーター一発で貯めるはないだろうというふうに僕は睨んでます。はい、なので多分モーターはまあだから結局のところ炎上の数値が一体どれくらいなのかっていうのが、モーターの評価が分かれるところですね。ただ範囲はね見た感じ優秀なんでね、まあ、炎上のリグがあるという時点でね、バラージュがバラージュに変えないとアンキロで積むっていう事態は割と避けられる。しかもリグ変更だけなら隙が少ないんでね、ミッション中にスーツを着替えるとスーツの着替える時間生身になって自己死しちゃうこともあるんで、リグで解決できるんだったら理由がいいっていうのは確かなんです。というのもあって、まあ今後のね立ち回りの幅が広くなるね素晴らしいリグだと思います。新しく発表されたベータスーツと、新リグのモーター見ていきましたが、もうこれで、30種類のエクゾスーツと10種類のリグが揃ったということで、今後のねエグゾプライマルのね環境はねまた4月からね大きく変わるでしょうね。で、30種類もね、エグゾスーツを選べるってことは、30種類の、モジュール構成が出てくると。もう独自の、モジュールもね、ベータスーツの追加によってね、全然変わってくるんで、今までのスーツすら構成が変わるんですよ。ロードブロックなんて顕著だったですからね。ロードブロックベータが持ってきたスキャッターブラストっていう青色のモジュール。あれが、ロードブロック、デフォルトのロードブロックのキル精度を上げて、しかも恐竜の殲滅力を得てしまったということで、ロードブロックの強化が大きく変わったんですね。それで、残りの6種類のベータスーツも追加されて、またこれまでの、スーツたちも強化が変わって、ということで、第4弾は本当にいろいろ立ち回りも、関係も変わってきます。まあ、新ステージとかね、新ルールとか追加がなかったんで、まあ、ルールとかステージに対しての立ち回りっていうのはあんまり変わらないんですけども、ただ、まあ、PVP とかね、このスーツ気をつけなきゃとかいろいろあるんですが、このスーツ気をつけなきゃ、このリグ装備してるんだみたいなのとかね、いろいろ気をつけなきゃいけない部分がまた増えるということで、まあ、エグゾプライマルのディノサバイバル、PVP も、PVE もですね、どっちも大きく変わってきて、また新しく楽しくなってくると思います。ぜひ皆さんね、みんなで楽しみましょう、ゲーム。そして、はい、現在エグゾプライマル。あと、現在エグゾプライマルセール中です。50% オフ。これいつまでだっけ？3月13日。明日まで。明日の日付が変わるまで。セール中です。ぜひ皆さん買って、ぜひ、今のうち、シーズン3のうちに今買ってしまって、買ってしまえばなんと、はい、こちら、ここですね。今買ってしまえば、そう、今買えば、なんと、半額で買える上に、さらに、モンスターハンターコラボのレウス戦がまだ遊べます。先月でね、実は、
2月中で終わってしまったコラボなんですけど、実は復刻期間がありまして、3月8日から3月15日、今週の金曜日まで、今買ってすぐにレウス戦が遊べる。さらに4月5日からまた4月12日まで、レウス戦遊べます。そう、レウス戦が遊べるし、それに、レウス戦をね、クリアすると、レウス戦を5回クリアすると、こちらの村雨のレウス装備が手に入ります。デフォルト村雨レウスを手に入るんで、ぜひ、プレイしてみてください。今買いましょう。もう買うなら今しかない。そして、ベータスーツたち、基本的にバリアントスーツたちって、デフォルトのスーツ、バリアントアルファ、ベータあるんですけど、デフォルト、バリアントアルファ、バリアントベータと3種類あるんですけど、デフォルトスーツがレベル20になって、バリアントアルファが解放、バリアントアルファがレベル10になって、バリアントベータが解放というふうになっていまして、レベル上げがね、とても大事なんです。なんで、ぜひね、今の期間のうちに、安いうちに買って、第4弾アップデート、4月17日までにレベルを上げて、バリアントベータシリーズに備えましょう。モジュールもね、結構大事なゲームなんでね、前提にあるデフォルトスーツのね、レベル上げをすることで、モジュールも解放できますんで、ぜひ、レベル上げ頑張ってください。みんなで、ウォーゲームを楽しみましょう。無限のウォーゲームを楽しみましょう。以上、グラさんでした。そうですね、普段なら See you next time で終わるんですけども、まあ、エグゾ熱い情報来たんで、ここは挨拶で終わりましょう。Let's Massive!